やってきたわね、私の使い魔。いいえ、私の指揮官であるあなた。魔女のアウグスト・フォン・パーセヴァル。待っていたわよ。静かに。あなたがいらしたせいで、この子が少し落ち着かなくなったわ。気にしないで。あがくのもいいわ。抗いに抗って、無残に敗北したあなたの表情が楽しみね。私の使い手がどれほどのものか知りたい。ええ、いずれわかるわ。じっと黙ってて、あがくのはもうやめた。従順なのは退屈よ。そんなに見つめていては心が見透けるわ、指揮官。魔女に聞きたいことは何？己に抗えなかった。惨めな敗北という幸せに溺れていなさい。この程度の任務、試練にあなたが敗北するはずがないわ。任務完了よ。おめでとう。危うくて美しき高みへと一歩前進ね。手紙ね。今すぐ確認しなさい。いらっしゃい、指揮官。よく勝てたわね。次はいつ私に歯向かってくるのか楽しみよ。戦えないものに用はないわ。甘味を味わうか苦渋をなめるかはあなたが決めて、あなたが望むことよ、指揮官。ゼッペリンにも私にもわかるわ。あなたは運命に抗う惨めでちっぽけな存在であると。それにあなたは運命を従順に受け入れるべきじゃないものね。私を乗り越え、私をねじ伏せたい。そうなるようにあなたに枷を負わせた私は、最初からあなたに惹かれてたのよ。その凄惨なる可能性を私に見せてちょうだい。
人は自分の感情に勝てないわ。私があなたを愛するように、あなたは私への感情を拒否できない。あがきなさい。それがあなたと私をつなぎ止める絆よ。委託組の子が戻ってきたわ。やるべきことは分かっていて。プリンシプル、教科。ねじ伏せるわ。これがあなたが望んだ勝利よ。そこまで難しくなかったわ。落ちるのも致し方ないか。私から逃れられないわ。哀れに思われるにはまだ早いわ。you